どうもパシーチャンネルです。はい、サンタトーマスの大図鑑のご紹介第ボリューム3ということですね。今日は待ってました鉱山鉄道の機関車行ってみたいと思います。ちょっと風邪ひいてて声が変ですが、頑張って説明したいと思います。はい、まずは、はい、一つ目はスカーロイです。幅が狭い線路を走る赤いボディの蒸気機関車、山の支線や採石場で働いている古いけれどとても頑張り屋レニアスといつも一緒。そうなんだ、レニアスといつも一緒なんだね。はい、トーマスやエドワールドも仲良し。なるほど、もう鉱山鉄道といったらもうこの子が主役って感じだよね。はい、スカーロイでございます。前から見るとこんな感じ、横から見るとこんな感じのちっちゃい機関車ですね。ソドー島の山にある小さな村が大好き。ソドー島の山にある小さな村が大好き。冬の間その村に石炭を運ぶ仕事をしている。勇敢な機関車だと思われたくて急な斜面を駆け下りたりしたことがあると。勇敢な機関車ではないんだけど勇敢な機関車だと思われたいと。はい、それは、記者の絵本10巻4台の小さな機関車より。ちょっと顔が随分、ね、怖い顔してますが、はい、ピーターサムの留守番などで煙突が詰まってしまったスカーロイ機関士に水を入れてもらったが加湿が濡れてしまい、ビクターに助けに来てもらうことになったと。はい、そういうお話もあるスカーロイでございました。さあ、そしたら次はお友達のレニアスかな。はい、はい、レニアスでございます。スカーロイと一緒に山で働く小さな蒸気機関車、スカーロイと同じように勇敢で頑張り屋、廃線になりそうになった山の視線を救ったことがある。幅が狭い線路を走っておりますと。見た目はほんとスカーロイと似てるわね。はい、車体番号は2番でございます。レニアス、山の支線や採石場で働いているミスターパーシバルから丁寧な仕事が認められて恐竜の骨を運ぶ仕事を任された。おお、そんな仕事もあるんだ。プラレールでもあったね、恐竜のなんか貨車、化石の貨車みたいな。はい、急斜面の坂を猛スピードで降りたこともあると。はい、そんなスカーロイのお友達であります、レニアスでございました。と、なんか鉱山鉄道っていうと僕はやっぱ葵くんと一番最初に見たこのブルーマウンテンの映画を思い出したよね。一番最初この鉱山鉄道から始まる感じなんかがすごい印象的でしたが、はい、そして3代目はサーハンゼルです。幅の狭い線路ではなく、あれ、濃い青のボディの小さな蒸気機関車。はじめはわがままでわざと脱線したりしていたけど、トップハムハプト教に叱られてからは働き者になったというサーハンデルでございますね。前から見るとこんな感じ、横から見るとこんな感じ。車体番号は3番でございます。はい、ソドー島の中でも古い機関車の一つ、最も滑らかに走る山の機関車として知られる。おー、山の機関車ね。最も滑らかに走る山の機関車として知られる。昔はファルコンという名前でデュークと一緒に山の鉄道で働いていた。おお、昔はファルコンだったんで聞いたことある名前ですね。忘れちゃいました。はい、まあピーターサムのお話もアサーハンデルのお話もいろいろあるみたいですね。やっぱトーマスと比べるとだいぶちっちゃいのが、はい、見て取れますね。はい、そして来ましたピーターサムでございます。緑色のボディの小さな蒸気機関車。気がいい性格なので昔サーハンデルがサボった時に代わりに働いていたと。お茶を出すティーレディに新しいティールームの場所探しを頼まれたこともある。そんな緑色のね、鉱山鉄道のパーシーと言ってもいいんじゃないでしょうか。はい、ちょっと可愛らしい顔してます。サーハンデルじゃなくてピーターサムです。前から見るとこんな感じ、横から見るとこんな感じ。車体番号は4番ですね。はい、ピーターサムは幅の狭い線路を走る、昔はスチュワートという名前だった。え、そうなの、みんな昔の名前があるんだ。ピーターサムは昔スチュワートという名前でした。サーハンデルとは昔からずっとコンビで働いています。一度煙突が取れてしまったので変わった形の煙突をつけていますと。確かにちょっと変わった形のね、こうベルボトムを逆さまにしたようなね、ちょっと変わった煙突がついております。なるほど、スカーロイはレニアスとね仲が良くて、サーハンデルとピーターサムは仲がいいと。おお、そういう関係なんですね。こちらはこういうのもちょっと勉強になるな、今知らなかったんでね。はい、そして5代目は、おお、この前手に入れたラスティですね。ラスティ、山の支線や採石場で働く小さなディーゼル機関車。古くなった線路をきれいにしたり点検をする。親切な性格でスクラップにされそうになったステップニーを助けたことがある。
なんと鉱山鉄道唯一と言われてましたディーゼル機関車なんですね。前から見るとこんな感じ、全然違うけど顔、はい、横から見るとこんな感じ。車体番号は5番でございます。レニアスとスカーロイの路線が荒れてしまっているのでやめることになった時、がっかりしているレニアスたちのために、路線の掃除をして元に戻した働き者で、みんなに信頼されている。こちらなんか絵本で読み聞かせて読んだんじゃないかな、うん、なんか覚えてる。ラスティがすごい掃除してくれてね、助けてくれたってお話でしたが、もう結構ラスティ主役のクリスマスツリーを探せとか、なんか文句ばっかりよりいろいろなところで出てくるラスティでございました。さあ、そしてタンカンこの野郎です。いつも文句ばかりを言っている黄色いボディの小さな蒸気機関車、ロックンロールを踊るように幅の狭い線路を走る。自分勝手に走って脱線したこともあるけど、すぐに反省するんだこの野郎ということですね。眉毛がちょっとね、眉間にこうシワが寄っているような怖い顔していますけど、ダンカン前から見るとこんな感じで、横から見るとこんな感じ。車体番号は6番です。はい、昔ピーター・サムが事故を起こした時、予備の機関車としてやってきた。ほう、そんな逸話があるんだ。ピーター・サムが事故を起こした時、予備の機関車としてやってきました。せっかちな性格なのでよくトラブルを起こす。踊りながらトンネルを走ってトンネルを壊してしまったこともある。へえ、そのロックンロールダンカンってね、トーマス・ランドルあのジェットコースターがありましたけども、そのなんだろう、ロックンロールを踊るようにこうなんかリズミカルに走るっていうところ、ちょっと見てみたいですね。うん、こちらも可愛いルークでございますね。ブルーマウンテンの採石場で働く小さな緑色の蒸気機関車。都道島に来たばかりの頃は秘密を抱えて姿を隠していた。ああ、そうだね。トーマスと仲良くなってからは楽しく働くようになったっていう、ちょっと変わった形の、はい、ルークでございます。車体番号はなんと22番。幅の狭い線路を走る。昔悪いことをしたので粗道島から追い出されると思い込んでいた。優しい性格で動物が大好き。ミリーと仲良しで仕事を交換したことがある。もうやっぱちっちゃいね、ルークもトーマスとこう並ぶとね。なんかパーシーストーリーの中では勝手にね、メイビスちゃんと仲良しになってますが、本当はミリーと仲良しみたいですね。はい、はい、そして続いてはデューク。ここら辺はもうあんまよくわかんないんだよね。山の支線で働く年寄りなんだ。おじいちゃんおばあちゃんの年寄りの蒸気機関車でも、若い蒸気機関車にも負けてはいない。自分の経験を押し付けるので、サーハンデルやピーターサムからガミガミじいさんとからかわれてる。そんなニックネームがあるんだ。ああ、ガミガミじいさんのデュークでございますね。はい、前から見るとこんな感じ、横から見るとこんな感じで、車体番号はないみたいですね。はい、昔潰れた小さな機関庫にピーターサム、サーハンデルと一緒に3台で住んでた。ほう、昔はピーターサム、サーハンデルと一緒に3台で住んでた。デュークとは粗道公爵閣下の名前から付けられた。へえ、ボディの色は茶色。茶色の機関車って結構珍しいかもね。はい、いろんなお話もね、はい、実写版で結構いろんなお話があるみたいですね。はい、模型版以外で CG 版とかで出てきてないのかな、ちょっとこれを見る限りではね。はい、そして音半分ずつになりました。スマジャー。昔山の支線でデュークと一緒に働いていた方、デュークと一緒に働いていたスマージャー、深緑色の小さな蒸気機関車、荒っぽい走りをして迷惑をかけても脱線くらい誰も気にしないさと反省しない困り者。おお、なかなか暴れ馬みたいですね、スマージャーなぜか機関庫に入ったまんまのスマージャー。前から見るとこんな感じ、横から見るとこんな感じ。煙突が飛び出てますけども、どうやって入ったんでしょうねこれねよくわかりませんが。はい、そしてバートラム。ここら辺もわかんないな。今は疲れていない炭鉱に置き去りにされていた古い蒸気機関車、とても勇敢なので戦士と呼ばれている。トビーに初めは幽霊と勘違いされたけど、後で2台は友達になると。バートラム、勇敢な戦士というニックネームがついてるみたいですね。さっきのデュークはニックネームが神々じいさん。はい、バートラムは戦士と呼ばれていたと。前から見るとこんな感じ、横から見るとこんな感じですね。なるほどなるほど、こうやって見るとね、バートラムもスマジャーもちょっと勉強になるね。全く名前と顔と名前も本当一致しないぐらいの感じだったんで。おー、去年出てきましたフレディでございます。灰色の小さな蒸気機関車、久しぶりに山の支線に戻ってきた。何でも知っていて、特に山の支線のことならどんなに古い線路でも全部知っている。ニックネームは怖いものなしのフレディ。なるほど、物知りなわけですね。はい、怖いものなしのフレディ。レニアスかな、なんかこんなところにレニアスらしき人が脱線してますけれども、はい、前から見るとこんな感じで、横から見るとこんな感じで、車体番号は7番と書いてありますね。
はい、そして最近手に入れたマイティとマック、マイティマックです。2台で1つの蒸気機関車、顔が前と後ろについているので、それぞれ自分たちが向いている方へ行こうといつも喧嘩になる。観光客を山の上に連れて行く仕事をするためにやってきた。その前は操車場でトーマスに仕事を教えてもらっていたと。そうなんだね、まあ前と後ろに顔がついてて、俺はこっち俺はこっちっていうね、喧嘩ばっかしてて、いつも喧嘩してるという。まあ双子はいつも喧嘩してますね。なんか双子かどうかわからんけど、マイティマックは。はい、そして最後はプロテウス、かっこいい名前だね。はい、昔ソドー島で働いていたと言われる黄色い小さな蒸気機関車。昔働いていたってことで今はいないんだね。とても明るく光るライトをつけている。そのライトを見た機関車は願いが叶うと魔法のランプの伝説がある。何それ。プロテウスの魔法のランプが近くにあると強い風が吹きつけて、次にキーキーと音が鳴り、最後にそのランプがついたり消えたりするといいます。この話ちょっと読んでみよう。魔法のランプ、マウンテンマーベル、現代より。なんかもう銅像として飾られてますけど、伝説の機関車みたいな感じなのかな。はい、前から見るとこんな感じ、横から見るとこんな感じ。まあシンプルなデザインの、はい、黄色い機関車プロテウスでございました。はい、以上で宝山鉄道のご紹介となります。いやー、読んだね。次は、客車と貨車編となりますので、お楽しみにしていてください。それでは今日も勉強になりました。またご覧くださいね。バイバイよ。